暑苦しい。どうしてこんなに混んでるのよ。全然進まないじゃん。ねえ、知ってる？聖なる夜ってね、遠いところで昔神様の子供が生まれた日なんだって。だからなんなのよ。信者でもないのに浮かれちゃってさ、ばっかみたい。そう。そう。あんたに話しかけてんだよ。私はあんたの後ろにいるウサギだよ。ん？何言ってんの？ちゃんといるじゃない。ああ、ダメダメ。向き変えないで。下手に動くとおっぱいに当たっちゃうよ。そんなのダメでしょ。そうそうそう。まっすぐ進んでよ、ちゃんと。すぐ後ろにいるよ、私は。ねえねえねえ。そこのカップルうざくない？人前でベタベタしちゃってさ。キモ。みんないなくなっちゃえばいいのにね。そしたらすっきりするのに。ねえ、ほら、このまま歩いていくとね、もうすぐ長い長い階段だよ。その階段の上からさ、前の人をちょっと押しちゃおうよ。そしたら、だーって人が倒れてさ、階段の下にいた人たちはみんな潰れちゃうの。どんな惨劇が見れるかな。楽しみだな。見たいな。いいじゃない、こんなに楽しい夜なんだから。ちょっとくらい事故があっても何が起きても不思議じゃないよ。こんなに人がいるとさ、誰が悪いわけでもないの。ここにいる全員が加害者で、全員が被害者。これはそういう状況。だから、大丈夫。君が悪いんじゃないの。だってそうでしょ？君一人の力じゃ、どうすることもできないんだから。こんなに混雑してたらさ、イライラして当然だよね。腹が立ってちょっとだけ魔が差しちゃうかもしれないし、悪気はなくても誰かが具合悪くて倒れちゃうかも。ねえ、分かってるでしょ？誰がやっても結果は同じだし、やらなくても結果は同じ。誰かが自分で転んだって何の不思議もないんだから。私がここにいるってどういうことかわかる？それはね、もう悲劇は避けられないってことなの。私は災いの前に現れるって言われてるウサギだよ。え？誰が言ったの？男だって。男だけじゃないよ、兄弟がたくさんいるの。世界中に散らばってる。大勢の人が天に召されるとき、そこに必ず私たちの誰かがいるの。悪魔？
そんなんじゃないよ。私たちは人間のためにいるんだから。むしろ神様みたいなもんだよ。自分のせいじゃないって思いたいんでしょう。そう、君は悪くないの。ウサギのせいにしちゃえばいいの。ウサギがやれって言ったって言えばいいのね。簡単でしょ。だって本当のことだもの。ほらほらほら、もうすぐ階段だよ。ね、ね、押しちゃいな。ちょっと力をかけるだけでいいの。前の人を押しちゃいなよ。ほら、ほら、ほら。ああ、そう。やらないの。じゃあ、私があんたに寄りかかっちゃう。よいしょっと。背中に乗っちゃった。いいよ。やれるもんなら振り落としてごらんよ。できないよね。こんなところで下手に暴れたら、周りの人が倒れちゃうかもしれないもんね。うん？何してるの？まさか警察？助けなんか呼んでも無駄だよ。こんな人混みじゃ警察だって通れないよ。それに、私が災いのウサギだってどうやって証明するの？酔っ払った友達をおんぶしてあげてるくらいにしか見えないよ。ほら、階段に来たよ。ねえ、このまま首ギューってしたら君死んじゃうかな。死んじゃったら倒れるでしょ。そしたらどっちにしても将棋倒し確定だよね。でも君が自分の手で前の人を押すならさ、首は締めないでいてあげる。そしたら君だけは助かるよね。私としてはそっちをおすすめするけどな。ねえ、どうする？どうする？あ、ほら、ほら、ほら、首苦しい？苦しいんでしょ？酸欠になっちゃうよ。どうする？ねえ、早くやれよ、早く。そうじゃないと、君一人がここで終わることになるよ。私が殺せないとでも思った？私は直接手を下さない。人間を操るしかできない。だから大丈夫って思ってる？でも今私、君の首を絞めてるでしょ。はっきり感じるでしょ。ねえ、ほら、自分の体を見て。君の胴体に私の足がしっかり巻きついてるでしょ。これはね、暗示だよ。本当は誰も君の首を絞めてなんかいないし、背中に乗ってもいないのかもね。でも自分にそう言い聞かせても無駄なの。
だって君はもうこの声を聞いて暗示にかかっちゃったから、心の中で私の存在を信じちゃったのよ。だから私がこのまま締め続けたら本当に死んじゃうんだよ。ねえ、いいの？それでいいの？チャンスだったのに、意気地なし。何見てるの？ネットニュース？ああ、宮殿前の広場に続く階段で将棋倒しだって。はあ、トナカイのコスプレした男が押せって言った。ああ、そいつもきっとウサギだよ。言ったでしょ？私たちの兄弟は世界中に散らばってるの。今夜はお兄ちゃんたちの一人が成功したみたい。ああ、私はまた失敗か。あんたならやってくれると思ったのに。とんだ外れ引き当てちゃったよ。だったら早く降りろって。やだ、もう眠くなっちゃった。もう疲れちゃった。大きなイベントの前はずっと働いてるんだから。君の背中、あったかくて気持ちいいな。このまま家までついてっちゃおうかな。あんたがいけないんだよ、言う通りにしないから。何よ、どうせ一人ぼっちなんでしょ。それだけは勘が当たった。